お世話になります、ひとりでございます。本日3月14日に発売されたコロコロコミック、もう買ってきました。じゃん。日付が変わって深夜12時に2軒コンビニ回ったんですが、売ってなくて、今朝朝7時にようやくね、買いましたよ。この冊子にあるシリアルコードを使えば、特別な道具で大クリスタルが受け取れるとのことです。前日からこの情報はあって、徹底抗戦を覚えたアーマーガードがゲットできることで注目されていたんですけど、みんな別にいられいられいられっていう感じだったんですよね。ただこれの何がやばいって、この怪しい場所であったミハリと跡地で戦えるんですよね。これはマジでヤバくないですか。もしかしたら他にもレアなポケモンが出てきたり、なんか恩恵を受けられるんじゃないかと思い、今回はこれ買いました。でシリアルコードはですね、どうやらこの1ページ目のね、ここを開けるようになってるみたいな感じなんで、それで見れるみたいですね。まあ、コロコロコミックなんてね、小学生以来の購入なんですが、まあとりあえずやってみたいと思います。はい、じゃあまずはシリアルコードを入力していきたいと思います。不思議な贈り物から不思議な贈り物を受け取ると、これシリアルコードを合言葉で受け取るをやっていきましょう。はい、出てきました。やっていきましょう。はい、じゃあ入力できましたんでやっていきます。あ、出てきましたね、大クリスタルプレゼント。ちなみにこれ注意書きで書いてあるんですが、一つのソフトの一つのセーブデータに1回のみのプレゼントとなり、2回以上受け取ることはできないということなんでご注意ください。まあとりあえず受け取っていきましょう。え、こういう感じなんだ。普通通りのやつですね、別に。はい、これなんでだろうね。これ元々情報で書いてたんですけど、星 &337×1 を受け取りました。これなんか意味あるんですかね。なんで大クリスタルって言わないんだろうっていうね、問題ありますよね、これ。じゃあ見張り塔跡地に行きましょう。場所はですね、エンジンシティのこの右側ですね、の明らかに怪しい塔みたいのですね。これが見張り塔跡地ですよ。もう散々なんかみんな怪しいなと思ってたと思うんですけど、はい、見張り塔跡地来ました。ということで、ここの中で使えるみたいですよ。はい、ここに来まして、どうやって使うんだろう。ここで押せんのかな。巣穴には何もない、使えないじゃんっていう感じになりますけど、多分道具であると思うんだよな。はい、あ、これありますね、&337ということで、使えるかな。ここで使った日にワイルドエリアの見張り塔の大巣穴からアーマーガーが現れるって書いてありますね、ちゃんと。ワイルドエリアの大巣穴にアーマーガーが出現した。マジか。あ、これここに投げ入れるってわけじゃないんだ。なんだよ、マジか。すげえ、これやばくないっすか。これめっちゃ光がすごい、いつもより紫の光です、ちゃんと。他の、うわ、こっからもちゃんと映ってるし、すげえ。やっぱここ使うんだ。じゃあここなんか重要になってきそうですね。ま、すげえ、ちゃんとこっからも見えますね。やばいっすね、これは。はいはい、こっからもちゃんと透けて見えますでけえ。で、ここで戦う前に注意点なんですけど、大クリスタルは使うとなくなってしまいまして、それで使った日の23時59分までは、何度も戦うことできるんですが、もうそれで終わりでございます。ですから例えば23時とかに使ってしまったら59分しか使えないので注意してください。で、これめっちゃね、コロコロに小さく書いてあるんですけど、すげえ重要なんですけど、この大クリスタルを使った後に本体の日付と時計を設定し直すとマックスレイドバトル終了してしまうので、これ設定し直さないでください。これめちゃめちゃ重要だと思います。結構このゲーム裏技とかで時間変更したりすると思うんですけど、それやったら終わりらしいんでね、ご注意ください。まあとりあえず戦っていきましょうか。初めてのここでの戦い、あ、レポートに記録しますっていう感じでなるんですね。はい、見てみましょう。はい、来ました。5じゃないんだ。一応紫の柱だから5かと思ったら4なんですね、これ。そうだね、ヒートロトムでいきましょう。これで一人で挑戦やっていきますよ。はい、うわ、普通の、別にここは一般的なアーマーガーですね。まあいいや、普通に10万ボルトでいいや。オッケーオッケー、10万ボルト、ナイスナイス。別に強さも普通ですね。まあ4つ星だから3つなのか、バリアみたいなやつは。鋼の翼、おい、徹底抗戦やってこいよはい、別にこれで10万ボルトをやっていく。はい、ルチャブルありがとう。雷パンチちゃんと効果抜群の技やってくれたし、しかも麻痺になったっていうね。ルチャブル活躍しすぎだろ。おい、2ターンで終わったよ、早すぎだわ。ダークボール、いけ、数分でもう終わったわ。はい、これで経験飴 M2 個 L3 個、別にこれも普通だし、ダイマックス飴1個、別になんもないっすよね、特に変なやつは。あれ、あ、消えちゃうのこれ。何回でも戦えるんじゃないの。え、そんなニュアンスで書いてあったけど、は、一回で終わりなの。まあ見てみましょうか。とりあえずアーマーガーで巨大マックスマークちゃんとついてますと。でミラーアーマーですと。それで、ドリルくちばし、アイアンヘッドの押しかかり、徹底抗戦、徹底抗戦ちゃんと覚えてますね。これが一応
その今回注目すべき点ということで、別に特にいらないんだけど、慎重な性格、見張り塔跡地でちゃんと見つけたということね。一応これだからありえないか、普通だったら絶対見張り塔跡地っていうのは出てこないっていう感じですかね。リボンとかは特についてないか、別に。まあ普通のやつですね、他は。え、これ一回しか戦えないの？マジ？どういうこと？マジか。これでよく注意書き見たら、勝つまで何度もバックスレイドバトルに挑戦できるだけで、何回もできるっていうわけじゃないですね。マジか。しかも待って、ちょっとあれ、四つ星じゃなかった？イベントもので四つ星って。ひどすぎだろそれは。ですから本当にただの夢特性ミラーアーマーの徹底抗戦を覚えたやつがただゲットできるだけですね。徹底抗戦って普通に覚えさせられるので、結局あんま大きなメリットはないっぽいですね。本当にこれじゃ本当にコロコロの手のひらでコロコロ転がされただけじゃん。